はい、こんにちは、レトスノーメです。今回なんですけども、大過弁済民法378条について解説させていただきます。まず大過弁済ってどういったものなのかというと、抵当不動産の所有権または地上権を取得した者が抵当権者の請求に応じて代価を弁済すること、これが大過弁済と呼ばれるものなんですね。で、この大過弁済をするとどうなるのか、どういった効果が生じるかっていうと、抵当権が消滅するよ、こういった効果があるんですね。抵当権が消滅するという効果があります。で、これについては後でもお伝えするんですけれども、この弁済した金額が非担保債権に満たない場合であったとしても、抵当権は消滅します。ちょっとこれについてですね、一つ一つ見ていこうと思うんですけども、まず具体例ですね。A さんが債務者で B さんからお金借りました。で、借りたはいいけれども、 B さんとしてはお金返ってこなかったら困るから、 A さん所有の土地、まあ、今回言ったら所有権もしくは地上権、どちらでもいいです、ここに抵当権を設定しましたと、まあ、こういった状況ですね。で、今回土地について図では示しているんですけれども、建物の場合もあります。建物の場合は所有権ですねに抵当権設定するって感じなんですけども、建物の場合は地上権はないですよね。あくまでも地上権があるっていうのは土地なんですよ。土地については所有権もあり地上権もありますんで、どちらに設定した場合も含まれるんですけども、建物の場合っていうのは建物に所有権と地上権があるってことはありませんので、建物の場合は所有権のみですね。まあ、今回は土地についてです。で、図では所有権地上権書いてないんですけども、まあ、どちらでもいいです。で、この状況で A さんがこの土地を C さんに売却しました。つまり抵当権がついたまま売却したっていう状況なんですね。で、この場合 C さんっていうのは抵当不動産の第三取得者という言い方をします。まあ、呼び方ですね。ここはちょっと頭に入れておいた方がいいです。抵当権がついた不動産を取得したものを抵当不動産の第三取得者というということですね。そしてまずポイントとなってくるのが、抵当権者の請求に応じてこの C さんが代価を弁済すること、これが代価弁済って言いましたよね。つまり抵当権者が請求する、それに応じて抵当不動産の第三取得者 C さんが B さん抵当権者に弁済をする、この流れをまず頭に入れてほしいんですよ。これ代価弁済の場合っていうのは抵当権者が主導になってるんですね。抵当権者がまず初めに抵当不動産の第三取得者に請求するっていう、この流れがあるんですよ。最初に請求があって弁済をするっていう流れなんですね。この順序がすごく重要なんです。なぜかというと、これに似たようなもの、代価弁済に似たようなもので抵当権消滅請求っていうのがあるんですよ。抵当権消滅請求っていうのは B さん抵当権者から請求するのではなくて、抵当不動産の第三取得者から抵当権者に対して請求していくんですね。つまり抵当権消滅請求っていうのは抵当不動産の第三取得者が主導になって抵当権を消滅させる制度なんですね。で、今回お話する代価弁済は抵当権者が主導になって抵当権を消滅させる制度なんで、その違いちょっと頭に入れておきましょう。まあ、抵当権消滅請求についてはまた別途ですね、動画で解説させていただきます。で、ここまでの流れをもう少し具体例を入れて解説していきます。ここで一つお知らせがあります。弊社レトスの個別指導は、忙しくて時間が作れない方、暗記が苦手な方、そもそも勉強が苦手な方、そういった方でも無理なく無駄なく効率的な勉強法を実践することができ、たった6ヶ月で宅建合格を目指せるサービスとなっております。計画表の作成サービス、ワントゥーワンの計画の進捗管理サポートサービス、24時間365日質問し放題サービス、効率的な勉強法である理解学習を実践できる教材、これらを使ってあなたは周りの人よりもいち早く合格に近づくことができます。もし次の試験で絶対宅建合格したい、そう思っているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。
また左上のボタンでも個別指導の概要動画を見ることができます。あなたの受講をお待ちしております。では動画の続きをどうぞ。でここまでの流れをもう少し具体例を入れて解説していきます。まず債務者 A さんが B さんから1000万円借りたと仮定します。1000万円借りた、つまり抵当権者 B さんが持っている非担保債権っていうのは1000万円ですよね。1000万円、まあ貸金債権が1000万円です。で今回抵当権設定しているので、まあ、貸金債権って呼んでもいいし、まあ、非担保債権って呼んでもいいということですね。1000万円貸しました。でこの1000万円を保証するために抵当権を設定しているんですけども、 A さんがこの抵当不動産を C さんに800万円で売却しました。まあ、これは所有権を売却したって考えてもいいし、地上権を800万円で売却したって考えてもどっちでもいいです。で普通であれば C さんが A さんに対して800万円支払うわけじゃないですか。でも今回抵当権がついている不動産を買っているわけだから、 C さんが A さんに800万円支払う前に B さんは C さんに対してその800万円私にくれたら抵当権消滅させてあげますよって請求することができるって話なんですよ。まあもちろんこのような請求ってしなくてもいいんですよ。しなかった場合は C さんは抵当不動産、抵当権がついた不動産を取得するわけなので、抵当権者 B さんは抵当権を実行して、まあ、つまり競売にかけることができるわけなんで、その結果 C さんはこの土地所有権失うっていう場合もあるんですよね。 C さんっていうのはこの土地誰かに取られちゃうってこともあるんですよ。でそれが嫌な場合もやっぱあるわけですよね。でそういった場合 C さんはもう B さんとこう話をするわけですね、まあ、800万円で買いましたよみたいな。でそしたら抵当権者 B さんがじゃあまあ800万円あるならもうそれでいっかと、 B さんとしては1000万円貸したから1000万円返してほしい、でも、まあ、競売にかけてまた手続きいろいろやるっていうのはめんどくさいので、まあ、それであればもうとりあえず800万円だけでも返済してもらえばいいかって言った場合、 B さんは C さんに対してじゃあその800万円私に弁済してくれたら抵当権消滅するよっていうふうにこう請求することができるんですね。でそれに応じて C さんが800万円を弁済をする、そうすると抵当権が消滅するんですよ。ただ200万円の債務が残るわけですよ。でこの200万円の債務については別途 B さんは A さんに対して、請求をかけていくと、まあ、いった流れになります。で今回この非担保債権に満たなくても抵当権は消滅するよってお伝えしたんですけども、それは非担保債権1000万円ですよね。で今回弁済したのが800万円なので非担保債権満たしてないわけですよ。1000万円丸々もらったわけじゃないですよね。丸々もらったわけじゃないけれども抵当権は消滅しましたよね。まあ、これも一つのポイントなので頭に入れておきましょう。特に重要なのはここですね。代価弁済っていうのは抵当権者が請求をして、それに応じて抵当不動産の第三取得者が弁済をする、それによって抵当権は消滅するよってことですね。抵当権者の請求があってそれに応じて弁済をするっていうこの流れですね。主導権は抵当権者が握ってるよっていうところですね。そして弊社は個別指導を行っております。今回のように具体例だったりとか、この代価弁済の背景だったりとか、そういった理解すべき部分も合わせて解説しているのが弊社の個別指導です。理解学習ができれば1回で合格できますんで、ぜひ次の試験で合格したいという方は個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご確認ください。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。